毎週火曜日はお役立ちおかよご飯。今回は蒸し魚のやみつき極上ソースを作ります。ふんわり柔らかい魚に旨味を吸ったとろっとろの白菜の相性が抜群。タレをご飯にかけて食べるともうやめられない。今回教えてくださるのはレッドランタンのターンさんです。はい、シニーハオ。すごい、めちゃくちゃ上手ですね。ニーハオ、はい、新年明けましておめでとうございます。そういうことだったんですね。はい、今回春節の時に作る料理と聞いたんです。これはどういう。そうですね、今日魚料理、魚は中国語でゆいって言うんですけど、はい、まあ、お金が余るとかゆとりのある生活のゆいと発音が一緒ということで、はい、よく食べられます。でとっても縁起がいいですし、今回は極上ソースということですから、ね、簡単でね、はい、簡単なんですね、はい、ではそれでは早速教えてもらいましょう。はい、はい、まず、お皿に、はい、白菜を切って並べてます、はい、これはどうしてですか。もうそのまま一緒に蒸し上げるので、もう生のままで大丈夫です、うん、なるほど。その白菜の上に、はい、今日は白身魚、長崎の鯛を用意しました。あ、プリプリで美味しそうですね、はい、もうお魚はね、白身魚は何でもいいですよ。今日は鯛ですけど、まあ、スーパーにある切り身のお魚、うん、今だったらタラとかカレイとかそういったのも美味しくできますんで、はいはい、その魚に、はい、塩コショウでちょっと味つけます。振りすぎないでください。振りすぎちゃうともうちょっと濃くなっちゃうんで、もう軽くでいいです。薄く軽くで、以前も教えてもらいましたが、下味つけると一気にプロの味になるんですよね。で、その下味をつけたお魚の上に、はいはい、生姜、これ千切りです、うん、はい、生姜でちょっと臭みを抜いて生姜の香りを魚に移します。魚一枚一枚に生姜を入れていきます、はい、さて、いきますよ。ここからが今日のやかよポイントです。それがこちら、はい、お酒です、はい、ちょっと大さじ2多めなんですけど、ちょっと多めにしてこの後ラップで蒸し上げる感じですね。香りよく蒸し上げる感じだから、もうちょっとお酒多めでふっくらさせます。なるほど、今日のよかよポイントはお酒をたっぷり入れることでお魚がレンジでもふっくら蒸し上がる。そうです、はい、勉強になります、はい、じゃあこれをラップしてレンジでチンします。ビシッと隙間、そうですね、はい、中華料理屋さんでは、うちとかではお魚は丸ごと1匹、うん、せいろで蒸すんですけども、はい、なんかせいろだったらちょっとね、ちょっと作りづらいとか、ね、手間が、うん、やめとこうってなるんですけど、実際切り身をレンジで、はい、チンすることによって簡単に早くできます。レンジで簡単にできるのはいいですよね、はい、どれぐらいチンしていきますか。そうですね、これだとだいたい600ワットで4分ぐらいお願いします。なるほど、はい、そして600ワットで4分加熱したものを事前に用意していました。ではどんな風になっているのか皆さん見ていきますよ、はい、ではラップを開けていきますよ、はい、こちらです。ちょっと熱いんで気をつけて。 ありがとうございます。せーの、はい、おー、ちょっと香りも、お魚の香りと白菜とお酒の、はい、香り、生姜の香りがついてますね、はい、すごい、身も電子レンジでしたのに、はい、本当にふっくらしてます、はい、わ、とっても綺麗で美味しそうです、はい、でもまだ終わりじゃないんですよね、はいはい、じゃあそこにまずちょっとネギと人参の千切り混ぜたやつをちょっと乗せますね、はい、あ、もう先にふわっとこのお野菜を、はい、彩りが出て綺麗ですね、はい、これも生のままで大丈夫です、はい、はい、そこにちょっと黒胡椒をちょっとかけておきます。黒胡椒をかけていきます、はい、で隣ではフライパンが熱、はいはい、もう熱々熱してます、はい、で、オリーブオイルです、はいはい、入れていきます。ここにオリーブオイルを加熱していきます、はい、これで、はい、中華でオリーブオイルって珍しいですね、はい、本当にネギ油とかあったらネギ油がいいんですけど、なかなか、ね、家庭にはないんで、まあ、油もしくはオリーブオイルで、最初はちょっととろーって粘度がついてるんですけど、熱することによってさらっとなって、でちょっと煙が立ってきます、うん、ごま油じゃないんですね。ごま油だとね、逆にちょっときついんで、はい、香りがきつい、はい、よかったら、はい、オリーブオイルで試してみてください、はい、で煙が出てきたんで、はい、この先ほどのネギにかけていきます、はいはい、音が鳴りますよ。聞こえましたか、はい、とってもいい音ですね。これで一気に香り高くなります。ネギのふわっとした香りが広がってきました、はいはい、実際はネギ、人参の千切りを乗せて胡椒を振って、はい、先ほどの油をかけてください、はい、3の工程です、はい、でそれで一
一枚が終わった状態ですね、はいはい、でここからタレです、はい、タレ今回は極上ソースということですかって言ってもお水とお醤油と砂糖だけなんですね。あもう本当にシンプルですね、はい、水大さじ2に醤油大さじ1に砂糖小さじ1ですね、はい、これを合わせていきます。とっても手軽ですね。これが極上になるってねちょっと信じられないんですけど、もうこれを混ぜて先ほどの油を使った鍋に。これって、まあ、もちろんあの比率自体も黄金比だと思うんですけど、このもうお皿の上に旨味がたくさん入ってるんで、なるほど、はい、そこにかけていきます。魚と白菜の旨味も合わさってより美味しくなるということですね、はい、あもう完成に向かってますね、はい、今日は最後あのトッピングでパクチー、これお好みでどうぞ。もうこれで出来上がりですか、はいはい、完成です。とっても早いです。出来上がりになります。ふんわり柔らかい蒸し魚と旨味を吸ったとろっとろの白菜に極上ダレをかけました。ご飯にかけて食べるともうやめられない。よかようご飯のご視聴ありがとうございます。これからもいろんな料理を紹介していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。